皆さん、こんにちは。サボンデシエスタの月柴彩子です。直営店シエスタラボでは、6月2日までフォージュニアコダーダのシャツのオーダー会を開催してます。ありがとうございます。そして、今日はデザイナーの中留美香さんにお越しいただいて、ちょっとシャツのね、細かい特徴とかデザインのことをお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日ご紹介くださるシャツ、これは何というシャツですか？これはスタンドカラー、フロントヨークの、半袖シャツになります。はい。大好き、このシャツ。美香さん、本当にお似合い。大好き、そうなんですよ。体の感じにも似合ってるし、ね、雰囲気もね、すごいぴったり、ありがとうございます、私もすごく愛用させていただいてるシャツなんですけど、まずちょっとじゃあデザインからね、お伺いしていっていいですか？ちょっとやりましょうか。では、前身頃に、この、ヨーク切り替えといって、こう、カーブがかったちょっと優しい雰囲気の切り替えが入っているデザインですね。襟がスタンドカラーになっていて、はい、ちょっと細めのスタンドカラーっていう感じですかね。で、後ろに、インタックが入った、綺麗なね、このなんか A ラインがなるようなタックが入っています。で、袖丈は、肘よりちょっと上ぐらいの丈になってます。そう、この、ね、丈がまたいいんですよね。綺麗な丈。横から見てもすっきり見えるし、本当綺麗なシャツですね。なんかもう一つのボックス型の襟付きのシャツに比べると、ちょっとこう、すっきりした？そうですね。すっきりっていうか、細身な感じのシルエットなのかな。ブランドの中では一番こう、すっきりした、形なので、なんか割とこう、皆さん着てみると、想像以上にスッとしてて、でもなんか窮屈さはそんなに感じないとおっしゃってくださって。そうなんですよ。なんかラインがすごい綺麗に見えるんだけど、苦しいところがないので、すごくね、女性らしい感じで着ていただける、シャツかなと思います。あとなんかね、ブランドとしても、作ってからね、10年ぐらいずっと、作り続けている形なんですけど、やっぱり皆さんでもファンがやっぱりずっといてくださる、すごい代表的な形かなと思っております。今年はちょっと生地が新しくなったんですよね。ちょっとこの生地をお伺いしていいですか？ちょっとね、すごい触ってみていただいたり、近づいてみるとわかる感じなんですけど、すっごい細かいね、葉流が入っている、ボイルっていう生地なんですけど、これがなんかね、こう、着て、いると肌に触れると、細かく言うと接地面積がね、少ないので、なんか涼やかさがね、全然違うんですよ。着ると私もう一つ普通のブロード、のやつも持ってるんですけど、それに比べるとすごく涼しいだと思います。なんかやっぱり去年の夏ね、すごく暑かったので、ちょっとでも涼しく着てもらいつつ、でもね、シャツってやっぱり、着ていて気持ちがいいものだし、お会いする人とかね、なんか爽やかだなと思ってもらえるアイテムなので、なんかこう気持ちよく着てもらえるといいなと思って、この生地を。探しました。なのでね、すごいきちんと感もあるし、涼しいしという感じの、お洋服ですね。で、今日私デニムの上に着てますけど、コーディネートとしては本当スカートにインして着ていただいてもいいですよね。あとはね、スカートに結構合うように作ったから、もうインだけじゃなくって、アウトにして着ても割と綺麗なバランスで着ていただけると思います。はい。色がこの色ともう一つありますよね。そうですね。こちらの、はい、ベージュもあります。おすすめは？私はね、この色がなかなかない、すっごい絶妙な色なので、個人的にはすっごいおすすめです。なんかちょっと真っ白だと、ちょっと、っていう時とかにね、すごくいいんですよ、ね。そう、グレーな、ライトグレーみたいなね、すごいいいグレーですよね。でもこれもね、すごくいいですよね。夏っぽくてね。夏っぽくてね。私も好きです。素敵素敵。あとはちょっと細かいことをお伝えしておくと、この第一ボタンだけ9ミリぐらいのね、ボタンがついていて、ちょっと厚手のボタンなんですね。こっちは10ミリの平たいボタンなので、ちょっと細かくボタンを使い分けてデザインしている。あとこのピッチっていうんですか、この幅も1番目と2番目が違うんですよね。なんか第一ボタンを
止めた時にあまりね、うん、こう肌が出すぎないような、うん、あの感覚にちょっとしているっていうのは、うん、ありがとうございます。素敵。本当なんか着るとあすごい細かいところまで考えられてるなって、うもう長いことね作ってるシャツなだけあって、うんうんうん、なんかすごいなと思って大好きなシャツなので、ぜひ、ね、皆さんもあのご試着とか、あと遠方の方は、うんうん、あのこの、ね、動画参考にお選びの参考にしていただけたら嬉しいです。でオーダーは6月の2日まで、オンラインショップとお店でオーダー受けておりますので、ぜひご覧ください。はい、皆さん今日はありがとうございます。さよなら。さよなら。